はい、皆さんこんにちは、よりこです。1週間経つのって本当に早いですね。前回動画を上げてからあっという間に1週間経ってしまいました。リクエストをいただきまして、シェーディングカラーとハイライト、ハイライトとかコンシーラーとかノーズシャドウっていうのはどうやってやったらいいのっていうのから始まって、みんな、私の動画を見て、みんな私がいつもメイクしてる時にやるようにしたらいいんですかっていう、そういう質問をもらったので、ちょっとここでお話しさせていただき、じゃあそれに詳しくもっと掘り下げて、お話ししていきたいと思うんですけど、シェーディングカラー、まずシェーディングカラーに関してなんですが、いつも私の動画で私の顔に入れているのは、私の顔の形のやり方なんですね。で、それぞれ皆さん顔の形があって、で例えば、逆三角形の方もいれば、ひし形の方もいるし、丸顔の方もいれば、面長な方もいるし、四角いお顔の方もいると思うので、それぞれ、皆さんのお顔の形によってシェーディングとかハイライト、シェーディングハイライトの入れ方を調節しなくてはいけないっていうのはあります。それによってお顔の形が随分こう変わってくる。このシェーディングとかハイライトに関しては、もう海外の YouTuber さんがたくさんね、いろんなものを上げてらして、ただ外国、特に白人の方と私たち黄色人種とでは、骨格自体がまず違うので、キム・カーダシアンさんみたいに入れればそれが成功かって言ったら、それはちょっとまた違うところがあるので、そこが難しいところではあります。あと、ご質問いただいたのがノーズシャドウですね。ノーズシャドウ、私は鼻が短くて低いし、上に向いているので、目いっぱいここからここまで下の方まで長く入れるんですけど、例えば割と鼻がこう長くて大きめだったり、すごく高くていらっしゃったりとか、わし鼻の方だったりとかっていう方が、いつも私が入れてるようにノーズシャドウを入れてしまうと、お鼻を強調しすぎたりとか、そういった、ことが起きてしまうので、それもまたお鼻の形によって入れる方法っていうのは、もちろんハイライトもそうなんですけど、お鼻が長い方がハイライトここからここまで目いっぱい入れてしまうと、ハイライトっていうのは、高く見えるだけじゃなくて、奥行きというか長さとかも出してくれるので、すごく長さを強調しちゃったりするとか、いろんな、その何て言うんですかね、制限というか、ハイライト、シャドウカラー、ノーズシャドウとか、そういったものに関しては、骨格を知ることによって入れられる方法でもあるので、今日触れるのは今日は私の顔しかないので、私でお話しさせていただいているんですけど、いろんな入れ方があるということをちょっと知っておいていただけたらなっていうふうに思います。はい。で、顔の形別の入れ方として、まず私の顔の形なんですけど、そうですね、前回の私こういうふうに湯あくと分かりやすいんですけど、湯あかなくてもいいか、耳にかけて、ここがなくって、で昔はね、すごい顔が痩せてたので、顔がこう本当に逆三角形で、顔がピュンってとんがってる顔だったので、とてもここにシェーディングとか入れちゃったら余計に細さを強調しちゃうような、そういう、お顔立ちだったんですけど、ハイライトが先かシェーディングが先かっていう質問もあったので、どっちでもいいと私はどっちでもいいと思う。特に規定はないので、自分がやりやすいようにやってあげればいいと思います。はい、感じですかね。随分顔がこう変わったっていうか、キュッとこう引き締まった感じができたと思うんですけど、そしたら今度は、の T ゾーンのところ、
ですね。で、広い人はこういうふうにあんまりやりすぎちゃいけない。で、私は広いのでちょっとしかやらないです。 T ゾーンのところは鼻筋と使っていきます。鼻筋と、いう感じ。あとは、鼻筋、それからあと、ほうれい線、スマイルラインが深い人はここのところとかにもつけてあげると、あのほうれい線が目立たなくなります。あと小鼻の脇のところが深い人は、かな、はい、それがハイライト、ハイライトというかコンシーラーとハイライト の、 あの感じですね。だいぶ目の下のたるみのところが随分消えてきたと思うんですけど、これでまた、パウダーとかつけていくとまた随分変わってくるんですけど、はい。そしたら今度はね、シェーディングになります。シェーディングは、今日はいろいろあるんですけど、あのこの間買ったあのセザンヌ、セザンヌのこの600円ってね、安いんですけど、ただちょっと気になってるのが、これはあの日焼け止めとかが入ってないので、の日に当たってなんか起こらないかなっていうのだけちょっと心配ではいるんですけど、まあそんなことはいいとしてですね、はい。頬骨、頬骨がありますね、ここの頬骨のちょっと下あたり、耳の一番高い位置から口角に向かうラインですね。あ、何？黒いのが。私の顔っていうか、本当にこういう感じでした。けど今たるんできて、ここのところとか、あとあの二重顎とか、そういったのがもうすごい目立ってきてるので、昔はここにはシェーディングは入れることはなかったんですけど、今の顔の形としたら割とこう平面にちょっと面長な感じになってきているので、まずここに凹凸を入れてお顔を細く見えるようにするのと、ここのところに入れることによって、でもっと顔のフェイスラインをこういう風に見えるようにするように入れてます。あとおでこも割と広いので、おでこもこうちょっと引き締めたいっていうので、おでこのところは黒目の、この目のだいたい黒目の外側の上ずっと上がっていったところ、これが、まあ、ちょっとこれ専門用語になっちゃうんですけど、側頭線っていうんですね、これのことを。で、ここからだいたい後ろがこういうふうに奥行きがあるようになってるのが白人の方なんですね。なのでこの側頭線、黒目の延長線上、黒目の外側の延長線上のこの側頭線からこっち側、この目の下もそうなんだけど、このここからこっち側の部分、ここがあの自分の顔でいういらない、いらない部分というか影になりたい部分になるので、そこの部分にシェーディングカラーを入れてあげると、あのすごくお顔の奥行きが出て、こうお顔が細く見えるっていうようなあの形になるんですね。で、あとはおでこの広さとかいろいろあると思うんだけど、おでこの広さも私は結構割と広めなので、ここのところにシェーディングを入れるようにしてます。それからハイライトなんですけど、私の顔はここが長く見えるので、今はだからハイライトをこういうふうに長く三角に入れちゃうと余計にこの面積を強調しちゃうから、逆算で奥行きがあるようにいつも入れてると思うんですね。そういうふうに入れるとお顔がこういうふうに行くので、ここがここの広さというか、そういうのが目立たなくなる、奥行きに。だからまあね、ハイライトっていうのは、ハイライトシェーディングカラーっていうのは、早く言えば目の錯覚ではあるんですけど、入れると入れないとではやっぱり全然お顔の形が違ってきます。はい、
では、一応実際にやってみたいと思うんですけど、私はすごいハイライト、シェーディング、それからコンシーラーはすごい大好きで、種類をたくさん持ってるので、まずシェーディングというか、ブロンザーも中には入ってるんですけど、いろんな種類がありまして、こういう感じで、まずパウダー系は、あとね、お顔に使えるものは、例えば眉用だからって、お顔の、じゃあ頬に使えないかって言ったら、そんなことはないので、この辺も結構ノーズシャドウとか、キャンメイクの、光っちゃうからね、マスパンキャンメイクのこういうアイブロウとかも、ノーズシャドウとかに使ったりとかしてます。それからあとは、よく私がよくやるのはパウダーファンデーションの一番濃い色を買って、シェーディングにしたりとかしてます。逆にハイライトと呼ばれるもの、コンシーラーも入ってますけど、こういう感じでいっぱい持ってます。もうまだあるんだ、これ違うか、まだあるんですけど、あとこんなペンシルのタイプのものもあったりとか、そう、今ね、トカで、あれなんですけど、私、トカ言葉、これも YouTube を撮るようになって気づいたんですけど、とかそのももちろんそうなんですけど、何々とか、なんとかでとかっていう風になんかすごい言ってて、前にメイク学校の方でマナーとかも教えてたんですけど、もうとか敬語の授業の時にとか言葉なんていうのはお客様には使っちゃいけませんなんて言ってたんですけど、実際自分がとか言葉が多くてびっくりしました。自分の中でとかとか言ってるからで、今とかはやめようと思ってちょっと意識してるので、動画の中でも何度か言い換えると思うんですけど、言い換えたりすると思うんですけど、お見苦しいところがあったらごめんなさい。 あとこういう感じの、これはメイクアップフォーエバーなんですけど、コントロール、もうこれも毎日ご紹介したかな、コントロールカラーと、コンシーラー、シェーディングにも使えるような濃い色と、ハイライトに使えたりとかするのもあるので、こういうのも気に入って持ってます。はい、で今日は、じゃあまず一番わかりやすいところから、ファンデーションまでは塗ってます。で、コンシーラー塗ってないので、前回の永田博之知ってる人いましたかね。もう亡くなってる俳優さんで、昔の俳優さんなんですけど、この目の下にこういうふうに袋みたいにたるみがあられるが特徴的な俳優さんだったので、ちょっと携帯に出してみたんですけど、私なんかの年代でも知らない人は知らないかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、私もこのたるみ、目の下のたるみが今非常に悩みで、あとちょっと忙しいし、ずっとパソコンばっかりやってる日が続いているので、クマもすごく助長してしまっていて、非常にここで、昨日はちょっと私の愛犬が亡くなったっていうことで、親友が励まし会みたいのをやってくれて、夜遅くまで女子会やってたので寝不足で、今日さらに目の下のたるみがすごいんですけど、こういったのもカバーしていく意味で、まずは、ここの目の下のコンシーラー兼ハイライトで、私はつぼったくいろいろつけるの好きじゃないので一種類で、やっていきます。で、今お気に入りなのはこの、リンメルの、ラスティングフィニッシュコンシーラーっていうので、これはカバー力もある程度あるし、なんて言ったらいいのかな、SPF も入って、PA も入っているので、ちょうどここって日に当たりやすい場所なので、やっぱりそういうのが入ってる方がいいので、これは気に入って使ってますね。でももうちょっとなくなりつつあるんですけど、これはラスティングフィニッシュコンシーラー、リンメルのラスティングフィニッシュコンシーラーの、01番ですね。で02番と01番と両方使う時もあります。で、これを、手に取って、で、つけていくんですが、
まあ、これはコンシーラーブラシですね。で、感じで、よいしょ。つけていきます。だいたいこの辺から私はつけていきます。こう目尻のだいたいこの辺から。上にかけてな感じかな。でちょっと分かりやすいように片方だけやっていきますね。で、この後指でなじませたりもいいんですけど、私は手が汚れるのが嫌なのでスポンジを使っていきます。という感じで、スポンジでよく細かいところはちゃんときれいに指で押さえたりして、こんな感じかな。どうでしょう。こっちとこっちでつけた方とつけない方と全然このここのクマと、まあ、ここの部分のところと違ってくると思うのと、あと目が一応こっちは、まあ、両方アイシャドウつけてますけど、すごくクッとこう上がった顔がクッと上がったような感じになると思うんですね。こういうふうにハイライトをつけるとどうかな、うん、ね、はい。で、まあ、一応これはコンシーラーなので、私ここにメガネをかけるので、メガネの跡とかがあるので、そういうのも潰していったりして、自分の気になるところを、消していきます。こんな感じで半分だけあのつけたんですけど、全然クマのこの感じとたるみの感じがカバーされてこちら側とするとなってると思うんですけど、両方ライン的には入れていきまして、こういうちょっとこのくらいな感じにして、で、私の場合はさっき言ったようにここがもうあの膨らみが気になるので、たるみの部分がここからもうぐーっとぐーっと入れていっちゃいます。これだけでもこれだけでも随分顔の感じが違いますよね。で、まあ、さっき言いました側頭線の部分、この部分ですね。それからおでこにつけていきます。こんな感じで、もうちょっとこの辺からな。はい、どうでしょう。これだけでは顔がこっちとこっちボヨーンってした感じ、こっちすごい引き締まってるでしょ、ね。で、伸ばすのは、スポンジでも何でもいいんですけど、私はこれがお気に入りなので
上で伸ばしていきます。前にも前の動画でもお話ししたと思うんですけど、生え際の中に入れ込んでいくような感じ、シェーディングに関しては。でここのところもよくなじませてあげないと仮面みたいになっちゃうんで、よくなじませてください。あとね、耳もちょっとつけてあげる感じな感じかな。あとでね、またパウダーを重ねていくのであれなんですけど、ちょっとぼかしすぎちゃったらちょっとだけ足して、スポンジとかで叩いてあげると濃さが調節できるので、こんな感じかな。ほら、こっちの感じとこっちの感じの違うかな。はい、一応両方こんな感じで顔が随分引き締まった感じになると思います。で今は、クリームのタイプでやったので、このあと、パウダーをつけた後に、お粉をつけた後に、今度はパウダータイプの、例えばこういうのと、これキャンメイクとか、あと私がよく使っているニュクスのやつとかを上から重ねていくといいと思うんですけど、で、今度ノーズですね。で、私はいつも、私の動画ではパウダーでやってると思うんですけど、例えば、こういうスティックでやる場合とかだったら、とか言ったね、今、とか、もう、何なんでしょうね。スティックでとかではなくて、スティックで、やる場合、もうちょっと細いブラシ、まあいいや、これでやっちゃおう。またこういうコンシーラータイプのブラシを取り出したら、キャンメン、セザンヌのこちらの方を取って、例えばお鼻のところだとここのところで、よくこう来てこうやって広げちゃう人がいるんですけど、そうすると余計にお鼻をこう大きく強調しちゃうので、こうやって広げていかないようにね、消してください。なのでちょっともう一回、ここの筋を作る感じでやっていきます。でここの丸みも強調してくださいね。わかるかな、筋を、はい、筋を作る、筋を作って、はい、これだけでも鼻筋すごい通ったと思うんですけど、ちょっとやっただけでね、片方だけやればよく。で前にもお話ししたと思うんですけど、ここの指の第一関節1本ぐらいをが一番ここのところの形になるんですけど、パウダーでそれは入れた時なので、だいたい眉頭のここの付け根から始まって、この線をつなげてください。まずね、ほらすごい筋が通ったと思うんですけど、であとは
ここに今度はだいたいこの、なんだろう、目の上のこのあたり、このあたりから枝を生やしてあげて、こちらの目のこのくぼみの部分に向かっていく線を作ってあげてください。こういうふうに。はい。そしたらここのところを埋めてあげる。埋めてあげて。はい。鼻筋通ったでしょう。ねえ、メイクってすごいですよね。で、私の場合はここの小鼻の膨らみも気になるので、ここのところにいつもシェーディングを、ノーズシャドウを入れていきます。これもね、それぞれここが小鼻がそんなに気にならないのにここに入れる必要はないので、どうでしょう。はい、こんな感じでノーズシャドウは入れてきます。顔もフェイスラインもしっかりと立体感があって、キュッてここが引き締まってきたと思うんですけど、あともう一種類、まあこれはお好みなんですけど、シェーディングというか、こういう濃い色を入れる場所としては、この唇の下、この唇の下のここのとこですね、このところに入れてあげることによって、唇がプルッとして見える。ほら、こういう感じ、加納京子さんじゃないけど、こういう感じになってるように見えるように強調して、ただあんまり入れすぎちゃうと逆効果になっちゃうので、なんであの人唇の下黒いんだろうっていうふうになっちゃうので、気をつけて入れてください。のくらいかな。はい、これが、シェーディング、まあ今のはスティックのシェーディングのやり方。はい、そしたら今度は、スティックのハイライトの入れ方ですね。まだお粉つけてないです。お粉つけてない状態で、こちらの方の、LA ガールの、光っちゃって見えないね、 LA ガールのスティックを使っていきます。こちら魅惑付きの落っこちる落っこちるまたさらに落っこちるんだけど、これピュッて刺しといて、はい、まあそんなことはねいいとして、まずじゃあお鼻のところになるんですけど、私は、ここのところ鼻筋が通るように、このところにまず細く入れます。入れすぎ注意ね、入れすぎ注意と、ここですね、はい、こうやると分かりやすいかな。はい、次に、ここです、唇の、山のところ、今度高さを出すことによって唇がこうハート型に可愛く見えるようにね。それからこのあたりですね。でファンデーション、リキッドファンデーション塗ってるので、あんまりこすっちゃうとよれちゃったりムラになったり、よくねムラに なりやすいっていう話、声を聞くので、叩いてください。もう一回つけちゃったら、ファンデーション、リキッドファンデーションとかついてたら、こするのはもう絶対にムラになっちゃうので、叩くようにして入れる。うん、綺麗じゃないですか。ね。そしたら次ここ。はい。こんな感じで、なんだ立体感がね。出てきました。これが、スティック練りタイプの、ハイライトになります。だったらお粉をつけていきますね。お粉をでブラシで、で基本的に私はお粉、自分の顔にするときはそんなにお粉はしないんですけど、あ
そうだ、何を何の粉を使うかっていうと、これ光っちゃって見えないかな。こう、あ、こうね。エトボスの、UV パウダー、ミネラル UV パウダーですね。使っていきます。今度は、まあ、もう一回私の場合はこういう、これは、ニュクスの今お気に入りで使ってるんですけど、ブロンザーを使っていきます。で、ブロンザーも、今も下地にあのシェーディングが入っているので、そんなにたくさんはあの入れなくてはいいと思うんですけど、これね、治療中なんだけどこれ以上薄くならないんですよね。もう一回ぐらいレーザー治療しなきゃダメかなっていう風になってるんですけど、肝斑はね、あのお薬もらってね、綺麗に治りましたね。肝斑はないんだけど、こんな感じで、ここね、たるみのところ、たるみのところをね、影になるように結構いっぱいつけます。はい、こんな感じで。かなりお顔の感じが、立体感が出ると思うんですね。で、またこれまたチークつけたりリップつけたりすると、ちょっとね、だいぶ変わってくるんだけど、ノーズはこれで大丈夫だと思うので、一応ハイライト、シェーディング、カラーは、これで仕上がりました、ね、ポイントはやっぱりだから、あの自分の顔の形を知るということが大切で、顔が本当に細い人ががっつりシェーディング入れちゃったりすると本当に顔がうんの感じになっちゃうので、その頃合いちょっと入れればいい人もいれば、たくさん入れた方がいい人もいるし、もうお顔がお四角い人っていうのはもうそれこそここの範囲全部もうシェーディングにしちゃう人もいるしね。で、あのハイライトにしても、あのここがすごく高く出てる人ががっつりハイライト入れちゃうと、ここばっかり強調しちゃってすごいあのごつい顔になっちゃうので、ちょっとだけにするとかっていう風に、それぞれお顔の形によってハイライト、シェーディングっていうのはあの入れ方が違ってくるっていうことだけあの覚えておいてください。はい、メイク完成しました。チークリップも終わって、シェーディングハイライトいかがでしょうか。まあね、なかなかあの朝時間がなくってシェーディングハイライトをあのできない方も多いかとは思うんですけど、やってあげた方がメイクの完成度も高まりますし、なんて言っても小顔効果がやっぱりアップしますから、前回、動画の時も言いましたが、フェイスラインに自信がなくなったら、ハイライト、シェーディング、カラーをしっかり学習します、学習して、実践すると、10歳マイナス10歳、私の動画にもよくあのあれしてるんですけど、マイナス10歳はまあできる、あのいけるかなというふうなあのふうに思います、私的には。はい、ですのであのぜひ、最初は自分のシェーディングハイライトのやり方を見つけるまでは大変だと思いますけど、いろんな研究に研究を重ねてやってみてください。今日使ったハイライト、シェーディングは、まずまあ、いつも使っているラスティングフィニッシュ、あれどうこの辺がいいかな、ラスティングフィニッシュコンシーラー、リンメルのラスティングフィニッシュコンシーラー01番を目の下、はい、で、まず、セザンヌの、シェーディングスティック
シェーディングスティックをつけて、シェーディングスティックをノーズシェーディングに使って、はい。それから上からニュックスのブロンジングパウダー、ブロンジングパウダーの方を重ねてます。それから、パウダーの、このパウダーの前にごめんなさい、飛ばしちゃった。ハイライト。ハイライト、どこ行った？ハイライト、はい。落っこちる LA ガールのハイライト。落っこちる LA ガールのハイライトをまずパウダーを塗る前につけて、で、パウダーをつけたら、こちらのニュクスのブロンジングパウダーを最後に締めにここのところに入れてください。で、まあ、まだね、さらにハイライトが欲しい人は、パウダータイプのハイライトを入れてもいいと思うんですけど、ハイライトは一つ私たちぐらいの年齢の方に、ね、気をつけなきゃいけないのは、ハイライトっていうのは割とパールを使ってるものが多いので、シワの中に入り込むんですね。なのでシワを助長、まあ、早く言えば強調しちゃうことがありますので、あのそこだけ気をつけてパウダータイプのハイライト使う場合、あとパウダータイプのハイライトでやっちゃいけない NG が白を使わないでください。一番いいのはバニラカラーって言って、ちょっとベージュまではいかないんだけど、バニラみたいな色の、ものを使うと目立たなくて自然な綺麗なハイライトが仕上がりますので、ぜひ実践してみてくださいね。はい、今日も私の動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ね、してください。嬉しいことに、なんか全然ちょっとこの1週間本当に忙しいし、いろんなことがあったので放置して、YouTube を放置してたらですね、登録者数がまた増えていて、とても私嬉しいですので、頑張ってまたいい動画を上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あともう一つ、この動画がいいねって思ったら、高評価ボタン、ぜひお願いします。Facebook、Instagram、アメブロ、それからなんだ、アメブロから Twitter、やっておりますので、よかったらフォローしてください。あと、私のメイク学校のこととか、もし、お知りになりたい場合は、Facebook に載せてるかな。載せてるので、もしもよかったら興味があったら見てみてください。はい、では今日も最後まで、見ていただいてありがとうございました。ゆりこでした。またね。シェーディングしましょう。